政権交代は必要だと小泉進次郎議員が語りましたまあ一言で言えば必要だと思います去年は政権交代の可能性あったと私は思ってますよ小選挙区制っていうのはすごくシンプルで <laughs> 野党が一つになれたら必ず政権交代の可能性が起きるんです 小泉氏は野党が分裂し自民党が対象した去年の衆議院選挙を振り返りうまくやられていたら政権交代の可能性があったと指摘しましたその上で強い野党があると国会が閉まると述べ強い政党の間で政権交代を繰り返すのが政治のあるべき姿だと語りました。